いやー、すがすがしい気分だね。どうしたんですか？珍しい。だってお前動画のタイトル見ただろ？最終回、最終回って書いてあっただろ。この恐怖から解き放たれるなら私空だって飛べる気がしてきたわ。マリサイキを放棄で飛べるだろ。急な原作設定ぶっ込んでくるな。さてさて、あとはこの電池を入れたらお、爪のひっかき傷が結構あるなぁ。いやでも最終回だしね。最終回パワーで乗り切ってやるわ。最終回だからって恐怖がなくなることはないのよ。このゴキブリだって最終回パワーで怖くないやい。怖いよ。なんならゴキブリの方がリアルで怖いよ。まあゴキブリ見たことないんですけど。見たことない奴がゴキブリを語んな。お、電池入れる場所はそこだな。なんかいっぱい電線が張り巡らされてるけど。まあいい、これをあれすれば逃げられるようなことオーリー言ってたしな。あれ？電池入れようとしたんだけど。なあ。なんなのいきなり。あ、また。もういい、逃げろー。まあね、電池入れてはいちゃんちゃん、とはいかないとは思ってたよ。行き止まりー。まずい、このままだと追いつかれる。めちゃくちゃ足音怖いんですけど。乗れ、乗り込め、一緒に乗車しまーす。っていうかもよ。乗せねえけどな。キャットナップさん、そんなにアボなバカっちー。すみません、ごめんなさい。隙間隙間から入り込むのは大変危険ですのでおやめください。爪が網に当たる音がリアルすぎますね。そんなの堪能してる余裕ありません。一応、逃げ切れたのか？はぁ、前回ほどではないが怖かったな。前回はえらい怖かったですからね。心臓何個もあっても足りないっての。そうして、到着した場所は、何やら機械が。なんだ？この機械。なんかわかんないけど、とりあえず電池をはめ込む場所がたくさんあるから、はめ込んでみるか。なんかクシューって言ってますね。ほい。これを。ほい。これで全部の場所入れたか？あ、なんか表示されている。キャットナップが来る。準備をしろ。準備をしろって言われても。この部屋は君を守ってくれる。以前は緊急避難室だったんだが、今回も君を守ってくれるかもしれない。この場所に慣れておけ。慣れておけ。って言われてもな。いや、キャットナップが来るって言った。反応遅くない。部屋にまだバッテリーがあるはずだ。それを使って部屋のいろいろなものに電力を供給して、電力は供給したと思うんだが。君の火本物と偽物をあらわにする。あいつにはそれを使った方がいい。君の火。っていうのはフレアガンのことだよな。なるほど、数体のキャットナップが襲ってくるからフレアガンで本物を見分けるとかそういうことか。すぐ左後ろの部屋に緑の電力端子があるはず。バッテリーを使って電源を入れることができる。やってみてくれ。これで合ってるのか全然わかってないけど、とりあえずやってみるしかないな。こっちは、電力がないからダメか。あくまでもこっちから取る感じか。画面が赤くなってます。この端子の後ろの4つの受信機にバッテリーを入れるんだ。注意しろ、キャットナップが近づいてる。なんでそう恐怖心を煽るの？ホラーだからですね。じゃあちょっと電池を拝借して、入れてみるぞ。もう何が起こっても知らないからもうすでに何回いますやん。え？除毛なんか始まってるじゃん。キャットナップが近づいてる。待って、足音めっちゃ鳴ってるて、怖いて。視覚的な恐怖より聴覚的な恐怖の方が怖い説。待って、キャットナップって何体いるんだよ。本物と偽物を見極めるって言ってましたから一体なのでは？なあ、あんだ一体ならいいか。よくねえよ、一体でも怖いのよ。あ？あれもう近づいてきてる感じ？当たったのかな？当たってました？当たってただろ。当たってたのかな？なんなんだよさっきから。当たってただろうが。当たってたのに消えてなかったのは？あれが本物のキャットナップだったか。うわぁ、近づくんじゃねぇ。全然近づいてくるんですけど。こうなったらもう現実逃避しよう。マリちゃん、諦めるな。だって近づいてくるのを阻止する方法そういえば知らなかったもん。本物見極めたところであいつを止める方法は習ってなかったもん。ちゃんと詳しく教えておけよな。マリちゃん、あそこに電池を入れるのでは？お、そうかそうか。電池入れたら何か変わるかいの？急におばあちゃんにならないで。ちょ、これを拝借するか。キャットナップの倒し方を学ぶため義務教育からやり直してきます。あと9年待っててくれますか？義務教育でキャットナップの倒し方は教えてくれないぞマリちゃん。あとここに手すりがあるなんて誰が気づきます？ふざけんな。でもこれで余計に電池を1個多く手に入れることができましたね。これもしかしてだけど、もしかしてだけど、ここに電流を流すことによってなんかクシャーなるんだよな。これでキャットナップを倒すとやってみる価値はありそうじゃねえか。そうですね、他に方法も思いつきませんし。うん、なんだ、なんかショーでも始まりそうな感じじゃないです。こんなん踊るしかないですが、今日はオールで踊りを勝つぜ。しょうがないですね、気合いなくよ。じゃあ、上から覗いてるじゃねえか。ちょっと、上からの奇襲の対処法は習ってないんですが。いやあ、上からキャットナップが来た時の倒し方を学ぶため車の教習場に通うことにしました。車の教習場じゃキャットナップの上からの奇襲の対処法は教えてくれないぞ。もういいんだよ、車の免許取って逃避行するんだから。ただ車の免許取りに行こうとしてるじゃねえか。てかマリサには放棄があるだろうが。ここの私は放棄で空飛んだことね。いやー、本物だー。今年の干支は辰年だぞ。あ、はい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 。マリちゃんが冷たい。今それどころじゃないの、見たらわかるよね。本物が来たんだよ。こ、この電流を早く流して。
個。これで退治できたか？とりあえずは対処できたっぽいですね。これが何回か起こるかと。そしてこの電池を4個入れればいいってことだな。目の前に電池も準備済み。いやー準備ができてる。用意周到。質実冒険。肉の横の脂身。どういうこと？意味を考えてはいけない。よーよー。キャットナップさんよ。何回でもかかってこいや。だがこの後、キャットナップさん、姿をぱったりと見せなくなってしまう。偽物さえも出てこなくなり、マリサはただ立ち尽くすだけだった。マジでこんなことある？最初の一体と偽物2体出てきただけとか。あ、マリちゃん、電力が溜まったんじゃないでしょうか。まだ見どころはあるってことは、マリちゃん、見どころですよ。簡単パーンチ。待って、キャットナップさん、あっけない、あっけなさすぎるのよ。あれはマミーをさらっていったぜ。またキャットナップを救う気なんだな。救って自分の異様に操るつもりなんだな。これじゃあいつまで経っても終わりが見えないじゃねえか。チャプター4が作成されちまうじゃねえか。もうこんなの終わらせないといけないのに。終わらせられるのはマリちゃんだけだぞ。やめろ、頼むから手を差し伸べないでくれ。殺しやがった。もう用済み、ということなんでしょうか。なんか、それもかわいそうな話だな。終わったか。右手内の痛々しいですけど。いや、これロボットだし、修理すればなんとかなるんだろ。じゃあ、こんなとこに長居したくもないし行くか。途中、ビデオテープを発見。これが最後のビデオ鑑賞会になるかな。ログコード24459。これは、実験体1006。プロトタイプだ。性格は頑固で、これまでのセッションでは大抵無口だ。毎回新鮮なデータを発見している。今日の発見は、ログ終了。話す気になったら、私、質問がある。続けて。お前は何か感じる？はあ、それは何に関する質問なのかな。突いて、殴って、切り裂く。感じないか。お前の中の秘密だ、1006。計り知れない価値が、私が切って、ついて、焼くたびにそれはどんどん近づいていくんだ。だから話せ、話せ。抗え、訳しろ。どちらにしろ、毎日お前のことを新しく学んで。興奮するよ。ありがとう。私に、もちろんだ。私もお前について学べる。毎日だ。なんかいろんな声しなかった？先生の声や、ドッグデイの声なんかもしたような。いつかあの人らがさっきの手に復讐してくれる日を待ってるわ。お互いがお互いのことを日々学んでるようですから。やっぱり実験して、戦わせて、情報を得て、って利用してるんだろうな。彼らも被害者なんです。っていうかさ、オーリーから連絡が一切来ないのだが。確かに、おかしいですね。もしかしたらオーリーはキャットナップだった説は濃厚なのか。それなら連絡が来ないのも納得できるが、唯一の癒し枠だと思ってたんだがな。さ、やっとこの電池を入れられる。最初の場所に戻ってきた感じですね。ノーシグナル？反応してないな。真ん中の機械はどうです？なんか動いてるようだけど、こういう機械には疎いもんで何がなんだか。この機械に強い人なんかいるの？特殊すぎない？そういえばガス生産がなんとかって言ってたよな。これ 100% になったらガスで10万するとかじゃねえだろうな。おお、電気がついたみたいだ。いやマジで明るいってだけで安心するわ。ガスが10万しなくてよかったですね。よかった、無事だった。しかもまた成功した。不可能なこと、あなたを信じてたわ。キャットナップは死んだ。赤い煙も消えた。何もかもが落ち着きつつあるわ、あなたのおかげ。でもここから先は、その本当のことを話さないと。あなたは同僚たちのために戻った。何が起こったのか知りたい。これが答えよ。それは喜びの時間。
ポピーちゃん、マジで可愛い。ビデオ持ってるだけで可愛い。喜びの時間ってビデオらしいですけど、そんなん楽しそうな内容なんじゃね？ハギーや、今まで出てきてた奴らが従業員を襲ってたな。これのどこが喜びの時間なんだよ。モンスターからしたら喜びの時間だったってことか。っていうか、じゃあ、従業員はもう一人残らず？その一瞬一瞬を覚えてる。それはずっと続いたの。苦しいほど長く。みんな隠れたり、逃げたり、生き延びるためにね。悲鳴がまだ聞こえる。何が起きてるの？なぜこんなことに？あれは一体何？あれはただの無差別な虐殺だった。みんな殺された。有罪も無罪も関係なく。あんな死んだのに何も解決しない。それであいつらは死体を絶対に見つからない地下に一人ずつ引きずっていったの。それで死体を食べたの。生き延びるために。プロトタイプは生かしておけない。絶対に許さないわ。プロトタイプを始末するまで終わらない感じですか？そりゃそうだろ。でもあのモンスターはキャットナップで最後なんだよな。でも回収してるから、別の何かを作り出すことぐらいプロトタイプにならできそうじゃないです？てかキシーミシーかわゆう。運ばれてるポピーちゃんもめっちゃ可愛い。下に着いたらすぐにエレベーターを戻す。ちょっと待っててね。どうぞ。あ、はい、乗ります。キシー、ちゃんとポピーちゃんの言うこと聞いて偉いな。あ、レバー下ろすの待っててくれてるの？かわいすぎない？じゃあちょっとお先に失礼して。よし、下に着いたら用心が必要よ。もしかしたら。え？一体何を。そんな。ダメダメ。いや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 、なんて終わり方だよ。後味悪すぎるわ。キシーに何があったのでしょう。まあ、キシーも異端児だったからな。プロトタイプに始末されたか。許せん。マジで許せんぞプロトタイプ。これは続編でボコボコにしてやりたいですね。ということでポピープレイタイムチャプター3、これにて最終回となります。今回はマジで怖さもボリュームも前作とは比べ物にならなかったな。日本語吹き替えのおかげでいつもよりさらに楽しめましたよ。ということで、最後まで見てくれた方、本当にありがとうございました。また別の動画も見に来てくれると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
すでに私たちは制作を始めています。より奇妙な恐怖が待ち受けている、ですって。マリちゃん、続編プレイ決定おめでとう。怖いのは嫌だー。